陸上の全国高校総体、インターハイ、第2日が29日、福岡、東平尾公園博多の森陸上競技場で行われ、女子1500メートル決勝はジャネット・ジェプコエチ、岡山、倉敷2年、が4分7秒59で優勝した。南原サラムトに、岡山、工場館1年、が4分13秒04で2位。ミノルキ3名、高知、山田3年。 が日本人高校歴代3位の4分13秒67の高記録で日本人トップの3位となった。昨年の全国高校総体3位だったドルーリー・シュエリ、シェリ、岡山、津山2年は4分21秒82で11位だった。ドルーリーはスタート直後に先頭に立ち、序盤は先頭集団で積極的にレースを進めたが、後半に順位を落とした。 ドルーリーは6月の日本選手権に初出場し、1500メートルでは高校生として唯一決勝に進出し、パリゴリン代表の田中望美、24、イコールニューバランス、ラ社会人、学生に混じり、4分18秒16で7位と検討した。7月15日の奈良県長距離強化記録会の女子800メートルで日本女子初の1分台となる1分59秒93の日本新記録をマークした久保林。 16イコール東大阪大慶愛校2年イコールは今大会の1500メートル予選28日にエントリーしていたが危険同大会の女子800メートルにもエントリーしているドルーリーも女子800メートルにエントリー予選30日は別の組だが準決勝30日決勝31日 では28年ロスゴリンを目指す高校2年生同士のハイレベルな直接対決が期待される。